格闘オタクニュース、ゾウの雑博です。今回は UFC、風間俊臣 VS ギャレット・アームフィールド選手の戦いです。風間選手は喧嘩柔術で、柔術一点突破の選手で10勝3敗26歳。強靭なフィジカルと柔術の早い展開で一本勝ちを量産する選手です。ギャレット・アームフィールド選手は、いわゆるストライカー、アメリカンストライカーでボクシングが上手いタイプです。で、今まで8勝3敗で全て5の KO、3のサブミッションとフィニッシャーです。おそらく1ラウンド目が非常に強い選手かもしれません。試合が始まりました。オーソドックスで構える両者です。ギャレット・アームフィールド選手はもう極端に腰を落とし、少しクラウチングにし、脇をしっかり締め、まあ、本当にボクサーみたいな形で攻めていきます。おそらくもうテイクダウンされたくないので、脇締めて腰を落として、テイクダウン対策しながらパンチを当てていく作戦でしょう。風間選手はテイクダウン狙いです。組みたい風間選手。パンチで迎撃したいギャレット選手です。まずいきなり風間選手は遠いところからテイクダウン行ったのですが、簡単に切られました。でパンチが交錯していきます。プレッシャーをかけパンチ上のパンチを打っていくギャレット選手、そしてエルボーも見せていきます。そしてその隙間で風間選手は片足タックルいくのですが簡単に取られてしまいます。どうしても風間選手もパンチをもらいたくないので構えが小さくなってしまい、あまり怖さを感じない構えでそこから遠いところからタックルに行くので簡単に切られてしまうのです。そしてもうラウンド中盤に行くもパンチで優勢に行くギャレット選手で、15のパンチを当てたギャレット選手と2しか当ててない風間俊臣選手でかなりの差があります。そしてもうラウンド中盤以降はワンツー、おうちワンツーアッパーなどギャレット選手がプレッシャーをかけパンチの連打を浴びさせていきます。そこで風間選手が大振りのパンチを打とうとしたところ、ギャレット選手の左ジャブでカウンターを取られてしまい腰が落ちてしまいます。そのままパウンド連打のギャレット選手です。どうにかスタンド状態になった風間選手ですが、ダメージがあるのは拭えません。そんな中パンチ連打で攻めていくギャレット選手、そしてたまに打ち返す風間選手ですが、もうダメージがあるのでこのラウンドは逃げ回って体力を回復するしかありません。しかしそれをせずに打ち合う両者です。そんな中カウンターの右ストレートが当たり風間選手がダウンし、そのままレフリーがストップし TKO 勝ちしたギャレット選手です。正直風間選手としては打撃能力の差がありすぎてもう何もできない状態でした。タックル行くにしても打撃で拮抗した中からカウンターのタックルを取るなどしないとなかなかこのレベルではタックルは取れません。そんな中全くパンチで優勢に立てなかった風間選手、そしてギャレット選手は回転力の速いパンチを打っていき、その中でも得意のアッパーでダメージを与え、カウンターの右ジャブ、そして右ストレートで余裕の勝利と言っていいでしょう。木下優作選手にしても風間俊臣選手にしてもちょっと UFC に出れるレベルではないかもしれません。というのも他のアジアの外国人選手男性2人は今回勝ちました。しかし日本人選手は完敗と言っていいでしょう。あとは中村凛也選手に望みをかけるだけです。以上となります。ご視聴ありがとうございました。明日10時からライブ配信ご覧ください。それではさよなら。